皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。いや、ということで今日は2018年もこの動画を出している日は12月31日でラストになると思うんで、かっちゃんねるの動画も今日最後になると思うんですけど、今年も本当に見てくださった皆さんありがとうございました。今日は、まあ、いつもは料理動画が多いんですけど、よくいろんなクリエイターさんやってみえるんですけど、今年買ってよかったものランキングみたいな、調理中に使ってるものとかあんまレビューすることないので、今日は1年の締めくくりに今年買ってよかったものランキングベスト3くらいやっていこうかなと思います。第3位、アイリスオーヤマサイクロンクリーナー。はい、ということで今年買ってよかったもの第3位はこのアイリスオーヤマさんの掃除機でございます。動画で掃除機使うことはあんまりないので動画に出ることはなかったと思うんですけど、もともとこういう充電式の掃除機欲しくって、で、まあ、今は有名どこでね、ダイソンさんとかいろいろあると思うんですけど、結構ダイソンさんは値段が高いと。一応ネットで見て評判が良くて、これかなりお値打ちでしたね。確か1万円切れるくらい、すごい安価なんですけど評判が良かったので、この掃除機を使ってかなり愛用して使ってます。このサイクロンヘッドっていうのが結構特徴らしくって、しっかりホコリも吸ってくれますし、スイッチはこんな感じで強さが3段階選べるようになってて、ホコリ感知っていうのもあるので、これでホコリを感知して強さが変わるモードもあります。うち犬を飼ってるのもあってリビングを掃除機かけることもよくあるんですけど、本当すごい安い値段の割には結構ホコリはしっかり吸ってくれます。ですごく軽いので掃除機かけてても、まあ、女子の私でも全然腕の負担にならないくらいすごく楽なので、毎日掃除機かけようくらいすごく掃除が楽しくなりますね。ヘッドのノズルが取れるので、ちょっと高いところとか掃除機が入らない隙間とか、車の中を掃除機かけたい時もかけれるようにノズルが取れるとこもいいなと思って今回買ったんですけど、この取れるのも本当高いところからちょっと離れた車とかにも持ち出せるのですごく活躍してくれてます。あとこれはランキングには入れてないんですけど、この掃除をかけてる下のマットはニトリで買ったものなんですけど、水を吸ってくれて、かつちょっとなんていうのかな、羽毛みたいなあったかい感じなので、冬場すごい活躍してくれたので、結構ニトリさんのこのマットもおすすめです。はい、ということで3位はあまり動画には出てなかったとは思うんですけど、お値打ちなんですけど使いやすくてしっかりゴミも吸ってくれるこちらのアイリスオーヤマの掃除機でした。第2位、タイスホールディングスさんのフライヤー。はい、では第2位は、これは動画にもすごく出てると思うんですけど、フライヤーです。これもちょくちょくコメント欄でどこの商品ですかって聞かれることがあったんですけど、タイチホールディングスさんの揚げ物なんちゃらかんちゃらフライヤーってやつだったな。なんちゃら揚げ物フライヤーみたいな感じのやつでした。年末はアマゾン売り切れになったんですけど、今日ねアマゾン見たら在庫あったのでもう買えるようになっていると思います。で、これを買った理由が、サイズは結構しっかりしてるので、業務用のフライヤーの一番小さいサイズくらいまでは油も入ります。なんですけど、すごい安いですね。今日もアマゾン見れたら8600円か800円くらいだったと思います。すごいお値打ちで、こういう感じで蓋がついてるのがすごく良かったのと、温度管理もノズル一つでできてすごく便利ですし、タイマーがついてて、スイッチも一つでポンポンとつけているので、これは便利なんじゃないかなと思って、試しに買ってみたらすごく良かったのでかなり愛用して使っております。で、これもよく質問いただくことで、油の処理どうしてるんですかとかあるんですけど、ちょっと大きめの鍋に古式を置いて、これは中の揚げ鍋がカツッと取れるので、そのまま油をかして、中の揚げ鍋をきれいに洗って、もう一度本体にセットしてこした油を入れて、油そのまま保存できるので、ちょっとこれは年末でも掃除したので今回油は固めて捨てたんですけど、本体にそのまま油入れて保存してます。手入れもすごい楽で、外プラスチックなのでそのまま洗剤とかつけてもいいですし、そのまま布巾で拭くことができるので掃除もすごく簡単にできて、すごいね使いやすい商品だと思います。これは本当にね買ってよかった今年。私のとこ基本揚げ物多いので、量をすごく揚げたい方とか、揚げ物を頻繁にする人とか、結構育ち盛りのお子さん見えると、揚げ物結構大量にする方も見えると思うので、ちょっと場所を取るのだけ難点なんですけど、すごくおすすめかなと思います。
あと密かに活躍したのがこのフレッシュロックっていう粉入れとく保存容器ですね。私は基本調理用品は100均かニトリで買うことがすごく多いので、これもニトリで買いました。サイズもこういう感じで選べて、よく使う片栗粉と薄力粉と強力粉をフレッシュロックに入れるようにしてます。あとこれもよく活躍してくれたんですけど、卵の白身をきれいにこう混ぜるやつ、これも結構活躍してくれましたね。これも500円くらいだったかな。これね、すごいしね、白身をね、ヒューンって混ぜてくれるんで、これ何気にすごく活躍してくれました。あと、こちら破れ口がね、ぐちゃぐちゃで申し訳ないんですけど、これもすごくコメント欄によく質問いただいてたので、せっかくなのでお返事したいなと思ってて、手袋どこのやつ使ってるんですかってすごい質問いただくんですけど、杉薬局さんのやつです。S セレクト使い切り天然ゴム手袋、粉なし S サイズ。私で S サイズ使ってます。これがね、100枚入りで800円くらいだった気がします。手袋ってビニールでブカブカになっちゃうやつが多いと思うんですけど、これ使い捨てなんですけど、すごく密着してくれるタイプで全然ブカッとしてこないので、すごく使いやすいゴム手袋だと思います。でサイズも S、M、L あるので、冬場とかも手荒れとかするのでゴム手袋を使われる方って見えると思うんですけど、まあ、質問いただいてた方とかもよかったらの参考にしてみてください。はい、じゃあ、あと動画の合間になって申し訳ないんですけど、今回1名の方にまたプレゼントを送っていただきました。ありがとうございます。柿の種とか好みのものをすごくたくさん送ってくださってて、可愛いカレーパンのお手紙もいただきましたので、またゆっくり読ませていただきます。年末の忙しい時に本当ありがとうございます。お正月に美味しくいただこうかなと思います。ということで、2位はこちらの電気フライヤーでした。栄光の第1位は豆。はい、ということで、栄光の第1位はじゃーい、買ってよかったものじゃなくて、買ってよかったものですね。ものっていう言い方もおかしいんですけど、買ってよかったもの。あんた元気やね。豆でございます。もうね、これはランキングとかもする以前にも、あんたやんちゃやね、お座りするんやね。カミンチョカミンチョ、何喋るとか忘れちゃうんだよね。ほんとに今だいぶ体重もね 1.5 キロくらい、ほんと大きくなってきて、ご飯もすごく食べますし、もうだからあんたはやんちゃやね。勇気やコンコン、大豆やコンコン、元気で人懐っこくて可愛いヨークシャテリアでございます。明けまして、大豆、わらわらわら、やいやいやいや。最近ね、しつけ教室にほつほつ通ってるんですけど、あんたしつけ教室の意味がないね。でも可愛いね。まあこんな感じのやんちゃな子でございます。お話ししとるんやけども、どうよ。豆、お座り、お座り、よし、ゆっくり食べんとよ、詰まるよ。もう何を喋ろうかと思ったのかも全然忘れてしまっております。なんかね、犬はほんと時間を忘れさせてくれますね。何時間でも一緒にいられそうな感じなので。あんたよう食べるね。めっちゃ食べるんすよ最近。話ちんぷんかんぷんですね。これはね、ダイソーの保存容器です。これも結構ね、ペットの餌とか入れるのすごくいいですよ。あれも高齢ながら一生懸命生活してくれてますし、豆もこんな感じでやんちゃに元気なので、また新年明けてからも一緒に動画をね、撮っていけたらいいかなと思います。ほんとインスタとかでもめっちゃコメントいただいて、この子かわいいとかね、いろいろ教えてくださった視聴者さんとかも見えたので、2018年ほんとお世話になりました。ありがとうございました。あお、あげたあげたあげた。はい、ということで、今日はなんか最後バタバタだったんで申し訳なかったんですけど、2018買ってよかったものランキングの紹介でした。なかなか動画で紹介してまいっててー。今年から結構料理をメインに動画出してたんですけど、本当多くの方に見ていただく機会が増えたりとか、いろんな方に参考にしていただいて、真似してみましたっていうね、ツイッターでリプライいただいたりとか、すごい充実した1年になったかなと思います。いろいろ買ったものもあるんですけど、やっぱりこうね、家族が増えたと言いますか、それが今年は一番買ってよかったかなっていう宝物なんじゃないかなと思います。あお
2018年もたくさんご視聴いただき、 Twitter や Instagram で絡んでくれた方、本当にありがとうございました。2019年は今年はまた福袋を買おうかどうかすごく悩んでて、寒そうなのでどうしようかなって感じなんですけど、ぼちぼちちょっと休みながら動画出そうかなと思うので、2019年もよろしくお願いします。はい、では2018年ラストもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価、2019年もまたよろしくお願いします。それではみんな良いお年を。シャバダバイマメ、年の始まめ、ちゃんちゃんちゃんちゃじゃん、良いお年を。